はい、どうも、高田元成です。この動画ではチャンピオンズカップの前頭分析を行っていきたいと思っております。今年はソダシの参戦というね、ちょっとびっくりな、そんな出来事があったんですけれども、それ以外にもね、カジノフォンテンですとか、まあ、カファーロ、今年のフェブラリーステークスチャンピオン、そんな馬が出走する豪華メンバーとなりました。この動画が何か参考になればと思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、ソダシです。G1 に勝を挙げているそんな馬がダート G1 に参戦を果たしました。まあ、血統的に言うとね、全然こなしてもおかしくない、そんな下地はあるんですよね。まあ、父親の黒船、これもダートガールで G1 を勝ったような、そんなような馬でもありましたし、母親のブチコ、こちらの方もダート馬でした。そういったバックボーンはあるんですけれども、僕ね、初ダートの時の鉄則というのは僕の中にありまして、外枠しか狙いません、基本的には。今、砂をかぶるっていうのがね、未経験の、初ダートっていうのは未経験ですので、やっぱそこに対するね、慣れというか、そういった部分はちょっと僕は分からないんですよね、やってみないと。なので、今回に関しては、僕が考えうる最悪の枠を引いてしまった。そんな風に思っているんですね。確かにチャンピオンズカップというこのレースに関して言うと、内枠の方が走ります。これも過去のね、傾向からも明らかなんですけれども、こと育ちに関してはね、まあ、真ん中ぐらい、外に逃げ馬がいない真ん中ぐらいの枠、これぐらいしか狙うところがなかったのかなと僕は思っていたんですね。なので今回この枠に関して言うと僕はマイナスというふうに捉えました。ただ、申し訳ないですけど、ちょっと無印というかね、そういった指標価まで落とすのもちょっとできないのかなという感じで今回このような評価となりました。はい、カジノフォンテンです。なんかこの馬の出現からね、かなり地方馬と、この中央馬との差がなくなったような、そんな印象を受けますね。まあ、この馬が今年の、去年の東京大賞典に2着に入りまして、今年の川崎記念、そして柏記念と勝利を収めました。で、前走とか、この間行われたビッグレースですね。ダートのビッグレース JBC においては、ミューチャリーが勝利というね、そんなこともありましたので、まあ、今回確かに中央での適性というのは何とも言えないところではあるんですけれども、この馬が戦ってきた相手、そして下してきた相手、これはね、もうこの中に入ってもかなり評価すべきなのかなというふうに僕は思っているんですね。で、今回なんですけれども、左回りに変わる。これは何よりもプラスです。この馬なんですけれども、まあ、船橋とかね、川崎とかも含まれてしまうんですけれども、左回りの成績が11-002というね、ちょっと11っていう言葉なかなか僕言わないような感じなんですけれども、それぐらいの左回り適性を秘めている。ここはね、強調してもいいのかなと、そんな風に思っているんですね。で、この枠であればもう行くしかないですかね。まあ、スタートさえ失敗しなければ、これが大前提なんですけれども、やっぱこの枠だったら行くと思います。で、この枠ですので、結構ね、すんなりもしかしたらいける可能性、これもあると思うんですね。で、それが叶いさえすれば、過去のこの馬の実績というか、川崎記念だったりとか、柏記念とか、強気な競馬でそのまま勝利を収めた、そんな実績もある馬ですので、まあ、地方馬とは言って、その侮る中でというね、僕はそんな風な評価としたいと思っております。はい、サンライズの馬です。このレースへの参戦が今回3回目ですかね。過去2回使われていたんですが、いずれもちょっとね、勝ち馬から1秒以上離されるような、そんな競馬でした。ちょっと今回に関してはね、コース適正のところで、割引ざるを得ないかなと、そんな風に考えております。はい、インティーです。このレースでは昨年一昨年と3着という風に構想を果たしておりました。一昨年は結構ね、まだ人気に押されていたんですけれども、去年は人気薄での構想。まあ、このレースで結構ね、ゴールドドリームが何回も構想したようにですね、結構リピーター属性が強いです。まあ、何回もやって何回も結果を出しているこのインティーという馬に関しては、やっぱね、今年に関してもある程度の評価は僕は必要だという風に考えてはいるんですけれども、去年とちょっとね、客室が違うんですよね、この馬。去年のこのレースに関して言うと、まあ、強気な競馬でそのまま粘り込んだという感じではあったんですが、今年のね、インティー結構客室転換というか、後ろから行くようになりました。それでね、安定した結果を残している、それは確かに立派ではあるんですけれども、チャンピオンズカップで穴を開ける、そこにちょっとフォーカスするとね、やっぱ僕は前の方を狙いたくなるんですよね。やっぱそうなると、やっぱ同じ差し客室でいうとね、他に結構強烈な差し馬とか、そういった馬もおりますので、そことの比較も含めてね、まあ、どんなに頑張っても3着かなという、そんなゾーンが妥当かなというふうに判断をいたしました。はい、エアスピネルです。今年のフェブラリーステークスで2着があるような、そんな1頭ですね。前走が武蔵野ステークスだったんですけれども、まあ、僕のね、憶測でもあるんですけれども、この馬にとって、この秋の勝負、僕は武蔵野ステークスだったのかなと、そんなふうにも思っているんですね。まあ、先ほど申し上げましたフェブラリーステークス、こちらの2着もそうですし、基本的にダートに関してはね、この馬1600以下じゃないと走んないという、そんなところも僕はあると思っているんですね。過去、例えばエルムステークスであったりとか、そういったちょっと長めのダートだと凡走が目立ってしまっている、そんな現状となっております。で、その絶好の条件だった前走、外枠も良かったんですけれども、それでも勝ち馬には届かなかった、そんなところがありますので、やっぱ前走以上の上積み、これは僕は厳しいのかなと判断をいたしました。
はい、帝王ケインです。今年になって本当覚醒を遂げたような、そんな一頭ですね。ただ4歳なんですけれども、僕の中でやっぱダートってね、3歳からもうトップグループで活躍する。もしくは4歳はちょっと苦戦したんだけれども、5歳になって、ようやく力が届くようになった。そんなタイプがね、トップになると、僕はそんな風に思っているんですが、まさかの帝王賞で一発クリアというか、並みいる強豪を一周してしまった、この馬本当に強いんだなと、僕はそんな風に思っていたんですね。特に評価したいのがですね、名古屋城ステークスとアンタレスステークスなんですけれども、こちらが 1000m 通過59秒台、そんな結構厳しいラップだったんですけれども、早め早めの競馬で押し切ってしまった、そんなようなことがありました。なんか本当にね、そういったところで帝王賞の賞金も加算できましたので、本当前走はまあ叩き台ですかね、今回に向けての。やっぱ金沢というちょっとかなり特殊な、そんな競馬場に比べまして、この馬自身勝利実績のある中京ダート1008、そこに照準を絞るのは当然だと僕は思います。調教の動きもね、僕としてはかなりよく見えたような、そんな印象もありますので、今回ある程度、内目のね、高枠を引けたというところもあって、かなり巻き返しが期待できるような、そんな一頭だと考えております。はい、サンライズホープです。前走は中京回戦のシリーズステークス、こちらを制して臨む、そんな一頭ですね。中京で、勝っていますように、適正に関しては全く問題はありません。ただちょっと一つだけね、この馬気になる点がありまして、斤量なんですね。今回は57キロという斤量になるわけなんですけれども、この馬56キロまでの経験しかありません。やっぱ今回かなりね、前走と比べてもメンバー強化は著しいようなメンバー構成でもありますので、初めての金量プラス、今回かなり強力な先行馬揃ってしまいました。そこでね、連続構想となるとなかなか難しいのではないでしょうか。はい、スワーブアラミスです。この馬結構平坦校舎ですかね、金層に関して言うと。夏の函館とか札幌とか、そのあたりで構想を果たしていたんですけれども、前走宮古ステークス、急半代わりでちょっと盆走を喫してしまいました。やっぱ G1 のメンバーでもありますのでね、ここで厳しいと思います。はい、オーベルニです。この馬の成績はめちゃくちゃわかりやすいです。基本的には渋ったダートで狙う、これがね、合言葉だと思うんですね。特に今年の重賞2勝、東海ステークスと平安ステークス、こちら結構渋った馬場だったんですが、もうとんでもない強さを発揮いたしました。仮に週末が、何かがあって、こう、道割れというかね、そういった馬場になったら全然勝ってもおかしくないと僕は思います。ただ現状ですとやっぱ好転というか、少なくとも雨っていう予報が出ておりませんので、いわゆるこの馬は得意の馬場、ここが叶うかどうかでいうとね、かなり厳しいのかなと思っているんですね。ちょっと、両馬場の前走が負けすぎな印象もありましたので、ここではちょっと評価を落とした方がいいのではないでしょうか。はい、KT ブレイブです。今年2回ほどね、中央場所を使われていたんですが、いずれも掲示板外でした。ここでも厳しいと思います。はい、アナザートゥルースです。前走3着人気薄で入ったんですけれども、当時ね、結構スロー逃げが叶ったのかなと、僕はそんな風に思っているんですね。当時の先通過が62秒1というラップだったんですけれども、このラップはね、同じ日に行われた2歳1勝クラス、こちらと全く同じものでした。やっぱそういったかなり味方した部分はね、僕は否めないのかなと思っておりますので、今回のメンバーでちょっと外目の枠を取ってしまったということもありますので、厳しいのかなと判断をいたしました。はい、クリンチャーです。前走休み明けで臨んだ宮古ステークス、こちらでね、ちょっと人気を裏切る形になってしまいました。ただですね、この馬も本当分かりやすく休み明け走らないです。だろうなみたいな感じにも見えてしまったんですけれども、今回に関してはね、去年と違うということをまずお伝えをしたいんですね。去年宮古ステークスを勝ってここに臨んだんですけれども、賞金面で言うと結構ギリだったと僕は思ったんですね、当時。要は宮古ステークスで何らかの結果を残さない限り、ちょっとここでは厳しいのかなという印象を受けていたんですけれども、カーダジョッキーを乗せてもう一発でね、勝ち切ってしまうという、しかも圧勝でした。その中でやっぱり余力という部分で、もしかしたらちょっと前走その当時の宮古ステークスで使い切ってしまったのかなと僕は思ったんですね。で、今年なんですけれども、地方交流重賞とかでもう賞金はもう山ほど加算しました。全く出走にしようがないような、そんな状況でしたので、前走宮古ステークス休み明け、もうこちらをね、もう叩き台と割り切って、そんな風に使ったのかなと僕は思っております。で、今回川田ジョッキーの、変わるということで、これは去年の宮古ステークスと全く同じです。で、川田ジョッキーね、この馬で3戦3勝というように非常にコンビネーションもよろしいようなね、そんなコンビでもありますので、ここはね、結構警戒した方がいいのかなと僕は思っております。はい、中和ウィザードです。去年のこのレースの勝ち馬はですね、本当なんか去年はね、貫禄勝ちみたいな4番人気ではあったんですけれども、そんなような印象がうかがえる勝利でした。
で今年はちょっといろんな舞台に参戦をいたしまして、中でもドバイワールドカップ2着、そういった実績を引っ提げて前走叩き台というかね、JBC で3着からの参戦となります。別にあんまり評価を下げる理由も僕はありません、はっきり言って。まあ唯一言えばね、ちょっと外すぎるのかなというところもあるんですけれども、やっぱね、去年の勝ち馬というところにも敬意を表しまして、ここでもね一定の評価は必要なのかなと判断をいたしました。はい、ダノンファラオです。超交流重賞ばっかちょっと使われているので、力関係、これどう比較したらというところではあるんですけれども、まあ、例えばその JBC クラシックであったりとか、帝王賞とか東京大賞典、そういった一戦級のメンバー相手でちょっとね、成績を落としている、そんな状況が伺えてしまっています。ここでも厳しいのかなと思っております。はい、名称ハリオです。この馬なんですけれども、先ほど説明したオーベルニュ、この馬の反対バージョンだと思ってください。まあ、ヤヤモから不良馬場、そういったダートの成績でいうと3014、ちょっとね馬券圏外が多いんですけれども、両馬場ダートでは2201掲示板外が一度もありません。要はパサパサのそんな乾いたダートが合う馬でして、前走もねそういった馬場コンディションで決め手を発揮いたしました。ただちょっと外枠すぎるのは確かではありますので、大外分回しとかそれだとさすがに届かないと思います。ただね、仮に内をついて、それがうまくはまったとか、そういった場合っていうのもね、もちろん想定しなければなりませんので、そういった場合の上位候補としてね、ちょっとケアをしておいてもいいのかなと、そんな風に思っております。はい、カフェファローです。昨年のこのレースではちょっとね、人気を裏切ってしまったんですけれども、今年フェブラリーステークスを勝ちまして、まだ後のね、トップレベルにあるような、そんな馬だということをアピールいたしました。ただ今回なんですけれども、ちょっとローテーションがめちゃくちゃですね、この馬。まあ、前走も2走前の柏記念とか、そのあたりまでは全然いいんですけれども、前走がなんと函館記念、芝を使われました。正直よくわかんないです、ローテーションは。で、そこから特にね、何も経由することなくここに臨むわけなんですけれども、ちょっと2つ、そうですね、やっぱこの馬が一番合うのは東京ダート1006、それで間違いないです。なので、まあ、来年のフェブラリーステークスとかね、普通にまた構想するんだろうなと思っているんですけれども、ただ、今のルメールジョッキー、正直逆らえません、全く。何でも持ってきちゃうような、そんなところもありますので、まあ、確かにちょっと、ルメールジョッキーという期待値が上がりすぎてるのはね、あると思います。ただ、この馬のローテーションがちょっと特殊すぎて、何とも言えないんですよね。で、去年、その、外外回る競馬で、6着だったんですけれども、確かにうまいことね、立ち回りさえすれば上位もあったのかなと、そんなところもちょっと匂わせたんですね。なので、それをやっちゃう可能性は正直あります。なので、そういった部分をね、ちょっとケアしつつの評価というふうになりました。はい、以上でチャンピオンズカップの前頭分析は終了となります。今回なんですけれども、やっぱね、コース形態的に内枠が有利、そんなところもありますので、それを反映したような、そんな前頭分析となりました。この動画が何か参考になれば、チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。